はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回はエピックゲームズにあって Steam にないゲームを紹介していきます。 Steam 一強のゲームプラットフォーム業界に2018年対抗馬として現れたエピックゲームズ。独自のゲーム開発エンジンアンリアルエンジンや毎週の無料ゲーム配布、 Steam にないゲームを扱っているのが特徴です。山ちゃん調べでは現在時点で約50タイトルぐらいあり、エピックのゲームを紹介してほしいというコメントもあったので、その中から今現在10月後半時点で、エピックゲームズにあって Steam にない面白そうな作品をピックアップしました。正直エピックゲームズを見誤っていました。今回ゲームを調べていく中で、知らなかった面白そうなゲームと出会いました。エピックゲームズストアでは今月の19日からハロウィンセールも行われています。最大 75% オフの大幅値下げ。期間は11月1日までとなっております。皆さんもこの動画でエピックゲームズで面白い作品を探してみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。今回は評価基準がないのでアルファベット順に紹介していきます。それでは早速見ていきましょう。まずはじめに、アラン・ウェイクリマスタード。行方不明の妻を探すアクションスリラー。コントロールやクアンタムブレイクといった超常現象をテーマにした作品を多く手掛けるレメディエンターテインメントの作品です。主人公はベストセラー小説家アラン・ウェイク。2年以上もスランプに悩まされていた彼は、しばらくの間都会から離れ、妻のアリスと共に田舎町、ブライトフォールズを訪れるが、突如アリスが行方不明になってしまいます。アランはアリスを探す中で、いつしか悪夢の世界へと足を踏み入れ、幾重にも織りなす恐怖に満ちた物語が展開し、驚愕な真実が明らかになっていきます。本作ではゲーム本編のアラン・ウェイクと、2つの拡張コンテンツ、ザ・シグナルとザ・ライターが収録されています。海外ドラマを連想させる緊張感のあるストーリー、意表をつく展開にハラハラドキドキが止まらない、傑作サイコアクションスリラー、アラン・ウェイクリマスタードは日本語対応の作品です。1800。産業革命や技術革新をテーマにしたシティビルダー。都市建築シミュレーションアンシリーズの中でも人気、評価ともに高い本作。そのタイトルからもわかるように19世紀の時代背景をテーマに、都市建築をメインに外交や戦争、そして経済に至るまでが複雑に絡み合い、様々な要素が組み込まれている都市建築ストラテジーです。小さな農業生産都市から始まり、技術革新、新大陸の発見、社会秩序の変革など、歴史史上最大の変革が起こったこの時代を体験しながらも、徐々に工業化を進め産業帝国を築いていく作品です。産業革命期のヨーロッパから南アフリカまでの世界を舞台に、都市開発、物流や資産の管理、外交、戦争、災害対策など、様々な側面から世界を作り上げていく都市建築シミュレーション。1800は日本語対応の作品です。アサシンクリードバルハラ。バイキングの時代をテーマにしたシリーズ最新作。舞台となるのは9世紀の中世ヨーロッパ暗黒時代。プレイヤーはバイキングのリーダーエイボルとなって、故郷のノルウェーを去り、イングランドを新たな定住地とするべく極寒の北海を渡り新天地を目指すことになります。しかしたどり着いた土地では国同士が争い、戦いに明け暮れていた中世ヨーロッパ暗黒時代のイングランドだった。ゲームは伝説のバイキングエイボルとなって、イングランドの地に定住地である拠点を築き、暗黒時代のイングランドを探索し、クエストなどをこなしながら敵地を略奪し、集めた物資を使い拠点を発展させ、名声を高めていきます。名声が高まれば定住地に建てられる施設が増え、新たな機能やクエストなどが開放されていきます。戦闘はシリーズの象徴ともいえるステルスプレイはもちろん、バイキングらしい豪快な戦闘も楽しめ、またキャラクター育成はスキルツリーシステムとなっており、ステルス、近距離、遠距離、それぞれ3つに枝分かれしたスキルを習得していくことで、自分好みのプレイスタイルを楽しむことができます。アサシンクリード・バルハラは日本語対応の作品です。ダーケストダンジョン2。ストレスこそが真の敵。独自の世界観、骨太な難易度、斬新なシステムが魅力のダークファンタジーローグライク RPG。特徴の異なる複数のヒーローから最大4人を選び、パーティーを組んでランダム生成されるダンジョンを探索して、アイテムを持ち帰りキャラクターを強化していくといったシンプルな内容。前作と同様に過酷な環境下でのストレスが個々のパフォーマンスを低下させ、さらにはパーティーの壊滅を招くことになるストレスシステムが本作の最大の特徴。本作では人間関係といった要素が追加され、互いに絆を深めたり、あるいは不満を抱いたり、戦闘での相乗効果やパーティー性能に影響を及ぼしていくといった骨太なゲームシステムになっています。一人のストレスが命取りになる高難易度ローグライク RPG、ダーケストダンジョン2は日本語未対応の作品です。デッドアイランド2。2011年にリリースされたゾンビサバイバルデッドアイランドの続編タイトルです。街や島にはびこるゾンビと戦いながら生き延びる一人称視点で展開するオープンワールドサバイバルアクション。2014年の発表から制作の一時中断や開発スタジオの2点3点の変更など紆余曲折を経て8年が経過し、今年8月に開催されたゲームズコム2022でついにリリース日が2023年2月3日に決定しました。前作デッドアイランドから数ヶ月後、新たに発生した強力なゾンビたちの影響によって、アメリカ軍はカリフォルニア州を完全な権益制限区域に指定。プレイヤーはオープンワールドで描かれたカリフォルニア、ロサンゼルス、サンフランシスコといった大都市を舞台に、ゾンビたちをなぎ倒しながら進んでいくことになるようです。キャラクターもそれぞれに異なる特徴や能力を持った6人が登場し、最大8人でのマルチプレイに対応しているとのことです。一時期は Steam にもストアページがあったようですが、 PC 版は Epic Games ストアからのリリースになるようです。デッドアイランド2は2023年2月3日リリース予定、日本語対応の作品です。Evil Dead The Game、映画「死霊の腹歌」を題材にした対戦ホラーアクション。悪魔の生贄、ゾンビと並びクラシック三大ホラー映画「死霊の腹歌」を題材にした非対称型対戦ホラーアクションです。ゲームはデッドバイデイライトのように4人の生存者であるサバイバーと1人の死霊となって30分の生き残りをかけたバトルに挑むことになります。サバイバーは制限時間内に世界の裂け目を封じるキーアイテムを探し、死霊を倒すことを目的とし、反対に死霊はサバイバーのミッションを阻止するか全滅させることを目標とします。サバイバーには4つのクラス、死霊には3つのクラスが用意されており、レベルを上げることでスキルツリーを進めて各キャラクターごとのパークやコスチュームをアンロックしてゲーム展開を有利に進めることができます。サバイバー、死霊ともにプレイヤーが操作していることもあり、予測できない行動や相手との駆け引きなどが楽しめるのではないでしょうか。Evil Dead The Gameは日本語未対応の作品です。ファークライ6、ゲリラ革命を描いたアクションアドベンチャー。シリーズごとに異なるオープンワールドの世界観を楽しむことができる一人称視点のアクションアドベンチャーです。本作ではカリブ海にある架空の島国ヤーラを舞台に物語は展開。何十年にも及ぶ経済制裁により財政的打撃を受けた国家ヤーラでは、独裁者アントン・カスティロ大統領が君臨しており、苛烈な独裁に対して国民の怒りは燃え上がり、国中で暴動が始まろうとしていました。プレイヤーはヤーラ出身のゲリラ兵ダニー・ロハスとなって、カスティロ政権の支配からヤーラを解放へと導くため、首都エスペランサを目指して激しい戦いに身を投じていくことになります。ゲームは広大なマップのオープンワールドで展開。島国ヤーラは3つのエリアで分かれており、それぞれのエリアではゲリラ勢力がカスティロ政権と戦いを繰り広げており、主人公が所属するゲリラ勢力、リベルダードと共に戦う勢力を求めてヤーラ中を奔走していくことになります。革命をテーマにした厚く濃厚なストーリー、マップもかなり広く遊び応えのある作品になっています。ファークライ6は日本語対応の作品です。フォールガイズ、最大60人で遊べる大規模オンラインパーティーゲーム。フォールガイと呼ばれるポップでコミカルなキャラクターが様々なミニゲームを勝ち抜いて、大勢の参加者の中から最後の一人になるまで競い合うアクションゲームです。ゲーム内容はバトルロイヤルとなっており、競技はチーム戦、個人戦と様々。風雲竹市場に多大な影響を受けたというだけに、はちゃめちゃだけどなんとも可愛いフォールガイたちがほっこりとした雰囲気を醸し出して、気軽に楽しめる作品になっています。いろいろな作品とのコラボにより様々なコスチュームでプレイすることも可能。以前は Steam でプレイできましたが、今年6月より基本無料化に伴い、新規プレイヤーはダウンロード不可となっています。フォールガイズは日本語対応の作品です。フォートナイト。建築機能を取り入れた大人気バトルロイヤル。100人のプレイヤーが生き残るために激しい戦いに挑むオンラインマルチゲームです。ゲームモードは基本プレイ無料のバトルロイヤルの他に最大4人のプレイヤーがモンスターを撃退する世界を救え、そしてプレイヤーが独自の世界を作成できるクリエイティブ。実は全部で3つのゲームモードが存在。基本プレイ無料で遊べるバトルロイヤルでは、最大100人のプレイヤーが無人島に降り立ち、最後の1人または1組になるまで戦うシステム。キャラクターごとに能力も違わず、100人全てが平等の状態でスタートし、プレイヤースキルが勝敗を左右するゲーム性が最大の魅力。本作ではマップ上のオブジェクトを破壊して素材を回収し、それを利用して構造物を建築できるのが特徴。他のバトロワにない建築を使ったゲームシステムとポップで柔らかいゲームデザインが魅力の大人気ゲーム。フォートナイトは日本語対応の作品です。ギャラクティックシビライゼーション4。銀河統一を目指す SF 単性ストラテジー。宇宙を舞台に文明を育成し、その支配権を広げていく作品です。プレイヤーは宇宙に進出した様々な種族の中から一つを選択し、テクノロジーの開発や銀河の探索、他の勢力との交流、外交、戦闘などを行いながら、勢力を拡大し、この銀河で最も影響力のある宇宙文明を築き上げていきます。本作ではこれまでのシリーズをベースに新たなイデオロギーシステムの導入、ストーリー主導のミッションの追加など多くの新要素を導入。マルチプレイでは3種類のゲームモードが用意されています。ギャラクティックシビライゼーション4は日本語未対応の作品です。ゴーストリコンブレイクポイント。特殊部隊ゴーストが活躍するアクションシューター。前作ゴーストリコンワイルドダンズでは南米ボリビアを舞台にアメリカ政府の要請を受け、4人の少数精鋭からなる特殊部隊ゴーストを率いて、麻薬カルテルの撲滅が描かれましたが、本作では南太平洋に浮かぶアウロラ群島を舞台に反乱を起こした元ゴースト隊員との戦いを描く物語が展開していきます。ゲームは3人称視点で展開。シームレスにつながるオープンワールドでメインミッションやサイドミッションをこなしながら物語を進めていくゲームシステム。本作では経験を積むことでクラスやパークをアンロックできる成長システムと、装備にレベルが導入された RPG 要素、さらには多種多様な武器が登場し、中には特殊な能力が付与されたレアの武器も登場。ハクスラトレハン要素などやり込み要素の多い作品になっています。ゴーストリコンブレイクポイントは日本語対応の作品です。イモータルズフェニックスライジング。ギリシャ神話をテーマにしたオープンワールドアクション。翼を得たばかりの主人公フェニックスとなって、ギリシャ神話の神々を闇の呪いから救うため、神々をテーマにした7つの地域を冒険し、アキレスの剣、オデッセウスの弓といった神々から授かる特殊な力を使い、ギリシャ神話最強の巨人であるデュポンを打ち倒し、世界の秩序を取り戻す物語が描かれます。ダイナミックなアクションが特徴の本作は、ダッシュや二段ジャンプなどで駆け回ったり、斬撃のコンボを繰り出す近接戦闘はもちろん、空を飛んでの空中戦も展開していきます。戦闘ではタイミングよくガードを押すことでパリーができ、タイミングよく回避をすると敵がスローになったりと、いろんなバトル要素が詰め込まれています。本作にはレベルや経験値といった概念はなく、広大なマップを旅して様々な神から授かるスキルを覚えて主人公を成長させていくシステム。ギリシャ神話をテーマにした作品ですが、グラフィックもポップでストーリーもコミカルに描かれており、爽快な戦闘とともにカジュアルに遊べる作品になっています。イモータルズ・フェニックス・ライジングは日本語対応の作品です。PC ビルディングシミュレーター2。夢の PC を組み立てられる PC 組み立てシミュレーターです。インテル、AMD、NVIDIA といった実在する40以上のメーカーから公式ライセンスを受けた1200以上のパーツが登場。30時間以上に及ぶキャリアモードでは PC の組み立て方や修理方法を学ぶチュートリアルから始まり、プレイヤーは PC の組み立てや修理を行う PC ショップのオーナーとなって、顧客からの要望に応えお金を稼ぎながら信頼を獲得し、新しい道具や設備を整え、より高度な PC 作戦に挑戦していくことになります。また、フリービルドモードでは1200以上のパーツを使って自由に自作 PC を作ることができます。実在するパーツを使っているので再現度はかなり高いとのことです。PC ビルディングシミュレーター2は日本語対応の作品です。レールグレード。インフラが崩壊した惑星で鉄道網を構築するシミュレーション。プレイヤーは中谷科学に雇われた監督者として、惑星インフラの崩壊によって激減した工業生産を復興させる任務を任されることになり、地球の鉄道輸送システムを参考に、鉄道網を作り上げ、資源を輸送し、工業生産の最適化を目指します。列車や貨物車の組み合わせや労働者の管理、原料資源、生産品の輸送の最適化など、細かいワークフローが重要となり、安定した物流システムの維持が要求されます。キャンペーンでは50以上のミッションがあり、ミッションクリアごとに獲得できるトークンを使用して、新たな工場、アップグレード、オプションをアンロックしていく要素も楽しめます。未知の惑星で鉄道輸送網を構築するユニークな作品。レールグレードは日本語対応の作品です。セインツロー。クライムアクションセインツローの最新作。2006年にリリースされた同名のオリジナル版からナンバリングタイトルで4までリリースされている人気シリーズ。本作はオリジナル版のリブート作品となり、シリーズ性を新たに仕切り直し、シリーズ未プレイでも楽しめる作品になっています。犯罪が横行する架空の都市、サントイソレを舞台に3つの勢力が権力を争うこの街で、プレイヤーはボスとなって、ニーナ、ケビン、イーライの3人の仲間と共に犯罪組織、サードストリートセインツを結成し、この街でのし上がっていく物語が描かれます。ゲームはブラックユーモアとシリアスが入り混じるストーリーが特徴。戦闘では3人称視点による銃撃と格闘攻撃を瞬時に切り替えられるシステムで柔軟な戦い方が可能。リブートによってハイクオリティに進化したサントイソレでチャンスをつかみましょう。セインツローは日本語対応の作品です。ソルト&サクリファイス。高難易度 2D ソウルライクのメトロイドバニアアクション。2D ソウルライクとして好評を博したソルト&サンクチュアリの続編である本作。物語の舞台は混沌を具現化する魔導士と呼ばれる者たちの侵略によって破滅の危機に瀕した王国。プレイヤーは罪を犯し罪人たちで組織された集団、刻印の審問官の一人となり、魔導士を抹殺するべく旅に出るといった物語です。手書きによる 2D グラフィックのキャラクターや陰鬱な雰囲気をまとったダークファンタジー独特の世界観が描かれており、そういった世界でソウルシリーズのような骨太な戦闘、そして能力を駆使して探索するメトロイドバニア的な要素の融合を楽しめます。また、主人公は8種類のキャラクタークラスから選択でき、巨大なスキルツリーによるパラメーターの成長や装備武器のアンロックなどやり込み要素も充実し、さらにはマルチエンディングシステムになっています。ソルト&サクリファイスは日本語対応の作品です。シフ。激しい近接戦が展開する本格カンフーアクション。幼い頃、家族、そしてカンフーの師である父が目の前で兄弟子たちによって殺されてしまう主人公。自身も危険な状況にあったが、不思議なお守りの加護によりギリ生きてた主人公は、8年という年月をかけ鍛錬を重ね、父を殺した仇に挑むといった物語が描かれます。戦闘は近接打撃に焦点を当てたシステムで、格闘ゲームのような上段下段での攻撃、防御やパリーや回避を駆使したカウンター、さらには赤道のような体感ゲージも存在し、上限になるとガードが破られるなどシビアな攻防が繰り広げられます。また本作にはカレーシステムというユニークな要素が盛り込まれており、不思議なお守りの加護により、主人公は死ぬたびに年を取って蘇り、体力は衰えるが攻撃力は増していく。しかし復活できるのは70歳まで、次に死んでしまうと復活はできなくなるといったユニークなゲームシステムが特徴です。さらにスキルツリーもカレーシステムをうまく利用した作りになっており、アンロックするだけだと経験値コストは安いが、70歳を超えて死亡するとリセットされてしまう。しかし、5倍の経験値を支払うことで永久的にアンロックされるスキルシステムになっています。再プレイでやり込み要素を意識した高難易度なカンフーアクション。シフは日本語対応の作品です。スカル&ボーンズ。海賊をテーマにしたロマン派海戦アクション。海賊黄金時代のインド洋を舞台に、危険に満ち溢れた海へと航海に出て、悪名高き海賊を目指すゲームです。海戦をメインにしたゲームシステムとなっており、船を操船して敵戦と戦うシューターアクションと、戦術性の高いストラテジー要素を兼ね備えたゲーム性が特徴です。ゲームは小型の船から始まり、プレイヤーは貨物の輸送、商船への襲撃、宝探し、入植地や砦の略奪などの仕事を請け負い、徐々に悪名を高めるとともに、多種多様な大型船へと船をアップグレードさせ、最強の海賊艦隊を作り上げていきます。武器や船の種類も豊富に用意されており、大砲はもちろんバリスタや魚雷、さらにはロケットランチャーなんかも登場するみたいです。ロマンを通り越えてファンタジー世界に突入していきそうな海賊海戦アクション。スカル&ボーンズは2023年3月10日リリース予定日本語対応の作品です。ザ・セトラーズ。都市建築名作シリーズのリブート作品。約30年の歴史を持つセトラーズシリーズの初代作が新たに仕切り直したリブート作品として登場。中世ファンタジー世界で展開されるリアルタイムストラテジーと街づくりシミュレーションを兼ね備えた作品です。プレイヤーはエラリ、マル、ヨルン、それぞれに外見やプレイスタイル、バックグラウンドの違う3つの勢力から1つを選択し、新たな土地に資材を集めてコミュニティを作り、住民や技師と共に定住地を守るための軍隊を築き上げ、街及び文明の発展を目指します。シングルプレイで遊べるストーリーモードでは、新規プレイヤーは個別のチュートリアルで基本システムを学べ、最大8人でのマルチプレイヤーモードでは、プレイヤーまたは AI を相手に激しい戦いが楽しめます。ザ・セトラーズは2023年1月1日リリース予定日本語対応の作品です。ボイドトレイン。異世界空を走る列車、ロマンあふれる作品。プレイヤーは異世界を走る列車の乗組員となって、様々な世界を走る中、生きることを学ぶオープンワールドサバイバルです。最初は小さなトロッコ電車から始まり、建設、拡張、カスタマイズ、異なる時代のエンジンを搭載し、アップグレードを行うことで走る機関要塞へとなっていきます。途中で立ち寄る駅や島などを探索し、異界の生物と戦い資源を集め、サバイバルに役立つアイテムや列車をアップグレードしながら、この世界をどこまでも進んでいくロマン仕様のゲーム。ボイドトレインは日本語未対応の作品です。Watch Dogs Legion。オープンワールドクライムアクション。Watch Dogs シリーズ3作目となる本作、2作目までは Steam で遊べます。ハッキングをテーマに近未来のディストピア化したロンドンを舞台に、ハッカー集団デッドセックの一員となって、犯罪組織に立ち向かいロンドンの街を解放する物語です。本作の最大の特徴は、ロンドン市民一人一人にストーリー背景や能力、スキルが設定されており、そういった市民を仲間にして操作することが可能。中には元殺し屋のおばあちゃんなんかもプレイアブルキャラとして操作でき、そういった市民を選択して、ストーリーやミッションに挑み、物語を進めていくといったユニークなシステムが特徴です。仲間になった工作員は個別スキルの他に、ミッション攻略報酬で得られるテックポイントを使って、ガジェットや武器、ハッキングなどのテクノロジーをアンロックしていく成長要素もあります。また、最大4人でのオンラインマルチプレイでは、校内のミッションや PVP を楽しむこともできます。Watch Dogs Legion は、日本語対応の作品です。はい、今回はエピックゲームズにあって Steam にないゲームを紹介しました。今回の動画を作るにあたって、私自身また新たなゲームを知ることができました。Watch Dogs やセインツローなんかは有名だとは思いますが、あまり興味がなかったので今まで詳しく知りませんでしたけども、かなり面白そうに思いました。皆さんはいかがだったでしょうか？私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日になりますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。